君の心が必要で僕の心は必要だ全部ひっくり返しちゃうような競争をくれよ。カモノハシロンの禁断推理、ロンとトトのデコボコラジオ。皆さんこんばんは。テレビアニメカモノハシロンの禁断推理、カモノハシロン役の浅上洋平です。皆さんこんばんは。一色とどまり役の榎木純也です。はい、この番組はテレビアニメカモノハシロンの禁断推理の魅力をお伝えしていくウェブラジオとなっておりまして、はい、はい、3回目ですね。だけどもう終了しちゃったアニメがアニメ終わりました。シャープ3でまさかのアニメ終わりましたね。まあでも月1と考えたら3ヶ月で、いやそう終わってるのか。そんなもんなんですね。お疲れ様でした。まあ、ありがとうございました。ありがとうございました。このラジオ終わりです。そうです、終わります。そんなことないまだまだ最後とは言わないでっていう話だったんですけど、セカンドシーズンがね。そうよ、そうよ。されたので、ありがとうございます。ありがとうございます。いやセカンドシーズン、はい、まあファーストシーズンって言い方をしてたからさ、うん、もう皆さんなんとなくセカンドシーズンはねあるでしょうっていうふうに、ね、思ってくれてたんでしょうけども。いやよかったです。いやいや、だとしても嬉しいよね。ね、うん、まあまあ天下のジャンプ作品ですから。そうですよ。今原作もね、もう絶賛も続いてますし、盛り上がっておりますから、ねまあ、来年かな、来年なのかな、再来年なのかな。だいぶ先ファーストシーズン再来年ですか1年寝かせるんだ。まあまあでもね、うん、早くやってほしいですね。そうですね、まあでも本当年末にはなっちゃいましたし、うん、まあクリスマスとか、そっか、この時間軸では終わって、もう終わって26日もう本当ど年末ですからね。ですよ。もうあと何日かしたら仕事納め、うん、そうだね、そうなってるんでしょうかね。大晦日の仕事はさすがに、僕あの大晦日の仕事もう 4年ぐらいしてないかな。あ、うん、そんなにか、うん、俺もまだやってないけど、結構実家でぬくぬくしたいタイプではあるので、まあね、うん、ね、1年間働き詰めだったから、うんうんうん、年末年始ぐらいは休みましょうという感じで。どうですか、そういうのはもう全然紅白も蹴らず行く。どういうこと、仕事に紅白の仕事来たら、もう紅白の仕事来たら紅白な、出てるかもしれないな。出てるかもしれない、まだ発表されてないけど、ま、いやもう発表されてんだここでさ追加で赤組榎木純也ですみたいな。赤組しかも赤組なんだ。赤組ですか、赤と白の違いがちょっと分かんないんだけども。白ですよあなた。急に発表、俺何歌うの。いや何歌うんでしょうね、もういろいろほら曲出してるからね、分からないですよ。作品のしか出してないけどねいやまあ2023年カモロン的にはどんなことしたかっていうのをね。まあ本当俺にとってもカモロンの年にはなりましたしね、2023年は特には。そうですね。あれオーディションは、もっとオーディションはね、ですか、あれでも2022年の年末だったかもしれない。ちょうど1年くらい前か。1年くらい前に。ああそうか、そうだからうちのマネージャーが多分そこに、発表する、僕にその受かりましたよって連絡来るタイミングが結構あのブラックがあったんですよね。だからロン決まったよって言われた時に、何のどのロンって俺最初思っちゃったんだけど、分かんない時あるよね。そうそう、繋がって、うん、マジっすか、やった、結構もんだっぽいよって、そう後からね話いろいろしましたけど、あね、2人のスケジュールで、そうスケジュールがなんかなかなか合わずみたいな話はね、最初の何度かやってましたけど ね見事ね決まってよかったっていうのは思い出深いですね。いろいろやりましたね、ドッキリとかもね。ドッキリやった ね結構ドッキリだから、アニメやるね、うん、直前にやってたから、そうだね、ドッキリドッキリって大体アニメが半分ぐらい終わったあたりでさ、大体僕のこと分かってからやるもんなんじゃないのって、ね、いやっていうか、もうそもそもドッキリってやんないから、声優じゃあんまやらない、あんまりないから珍しい、うん、だからこの時点ではカモロンちょっと違うぞという感じがしましたけど、うん、そうだね、うん、ジャンフェスまだ僕らはやってない、このタイミングではねまだね望む前なんですけれども、はい、どうなってんでしょう、きっとねてると大爆笑をねさらっていることでしょう、はい、我々2人ですね、ですね、ですね。でもその時、これセカンドシーズンってどこで発表されてるの、もうアニメの最後、アニメの最後で、ああそういうこと、配信してるその前日、クリスマスに発表されたとき、あ皆さんセカンドシーズン、すごいですね、決まりましたよあめっちゃだからみんな的には、ね、今一番そわそわしてる時期でしょ、めっちゃあったかい、うん、あったかい時期ですよ、これらはね、これら何日か前に決定ですみたいなやつ撮ったりしてたから、ね、撮ってましたけど、まあでもやっぱり改めて嬉しいですよね、
です。今回はまあファーストシーズンをねちょっとシャープさんにして振り返っていきましょうと。わかりました、うん、たくさんありましたから、はいはい、あの2人です、まさかの。あ、今回ねシャープ1シャープ2とゲスト来たんですけど、はい、まさかシャープさんはもうしっぽりと2人で、そうだね、まあまあ振り返っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします、はい、します。それでは参りましょう、カモノハシロンの禁断推理、ロンとトトのデコボコラジオスタート。カモノハシロンの禁断推理、ロンとトトのデコボコラジオ。はい、ロンとトトのデコボコラジオ3回目でございます。はい、じゃあオープニングでもね言いましたけれども、うん、ファーストシーズンの放送が無事に終わりましたので、うん、はい、ちょっと振り返って話していきたいなと思います。いや、まずさ、うん、台本が今ね資料として前話ここにね置いてあるんですけども、うん、はい、こんなにやってきたんだねって思うよね。13話、ね、しかもこれさ、めくれどめくれどロントとロントとっていうのがさ、はい、ね、よく喋ったね、たくさんあってよく喋ったよね。もう他のアニメ行くとこんなに喋んないんだって思うもんねそうですよ、なかなかないです、こんなの。すごい喋ってたもんな、頑張って撮ってきたんだなっていうのを ね、なんとなくしみじみ思いますけれどもね。どれがどのエピソードが特に印象に、そうね、まあでもやっぱり天文台殺人事件が、あの前編中編後編と3話にわたって、はいはい、長かった、ね、長かったっていうのはやっぱ印象深いしね、一、うん、つの事件で2人亡くなってますから、うんうんうん、なかなかね凄惨なね事件でしたが、確かに、はいはい、その時も結構ねだいぶ凝ったものでしたから、ね、はいはいはい、トトもいっぱい喋った記憶が、喋ってましたね、ありますね、大変でしたよね。まあ、どうですか、八田神様殺人事件とか、これもね前編後編、そうですね、最後の話、一番最後のエピソードなんですけど、割とこう、こう物語の核心に迫るというか、こっからなんか真の黒幕と相対するのかなみたいな、そうだね、ワクワク感が出てきたかなと思って、シュピッツがここまでねちゃんとお話に物語に関わってくるんだっていうのが ね、そうなんですよ。でなんかこう松岡さんがやってるねマウロとか、あのモヒカンモリアーティモヒカンねモヒカンも気になるんすよねモヒカンモリアーティです ね、 ね、その辺が多分セカンドシーズンでも、まあ戦うというかね、そうね推理合戦みたいなのをするんじゃないかなと。やっぱりだから謎は謎のままだもんね、なんだかんだやっぱ出てきはしたけども、うん、そうだね、みんな個性強いからな、はいはいはい、まあ、今まで出てきて、うん、そこ以降あんま登場してないキャラもね、あとはあれか、花森さんがやってるウィンターモリアーティね、あ、そう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 、はい、このね、まあ、いいモリアーティ、今後だからモリアーティと対決していくんだなっていうようなお話にもなってましたし、でまあシーズン2にまあね期待したいなって思うところはやっぱりこれまで出てきた、まあ、シュピッツもそうだけど木先生とかさ、あとはあれか川澄先川澄さんね、川澄は先生じゃないです川澄さん先生っぽいけど川澄さんとかがやっぱり今後どんな風にサポートしてくれるのかとかさ、確かにね、天宮もね、そうだよね、意外と登場回数的には少なかった、少なかったよね、確かにそうだったよな、今後もうちょっと出てくるんじゃないかなと。そうだから1話ずつこうね、やっぱファーストシーズンってこう、RPG でいうと仲間にしてくみたいな感覚があって、そう確かにどんどん仲間になって、どんどん仲間になって、みんなねまた登場してくるんだろうな、あのチコリとかね、チコリか、チコリくんとかもね、アクセント問題ありましたね、どっちなんだってなってたもんね、あったりとかもしましたけど、まあでも結構さ、レギュラーメンバーが少ないから、こう役者さんも入れ替わり立ち替わりで、なんか新鮮で面白かったけどね、楽しかった。俺ほうきさんとか初めて、あ、そっか、初めてではないけどもうめっちゃ少ないから、共演したの、こんな喋ってくれるんだセリフもそうですけども、八田神様のところの村長をやられてたほうきさん、アフレコの現場でもね、すごいなんか、なんなら中心になって、そう、ね、僕ら若手の話にね、いろいろこうしてくれましたけども、やっぱ楽しかったね、アフレコ現場が面白かったね、村長めっちゃ強いじゃんみたいな話で盛り上がってた、ね、そうなんです、村長がもうフィジカルがもともとすごくて、一人
人で締め縄みたいなのを使って、うん、自分よりはるかに若い人を一人で殺してしまって、なおかつロープ掴んで引っ張り上げてもらったり、あの重機を自分一人で多分山奥に、いや共犯者いないのと思ったけど、彼が仲間になったらもうもう強いよ、すごい。なんかだって結構いい人だったもんね。いや、いい人だった。さすがにでもちょっと出所でしてこれないだろうな、ね、ちょっとね、ちょっと仲間になってほしかったけど。そう、犯人にも結構個性的な人たくさんいていたね。やっぱりいろんな人いましたけども、まあ戻っては来ないでしょみんな、ね、まさかのね、敵が味方になるパターンはこの話ではないかもしれないな。刑務所からは出てこれないとは。山根ね、山根もちょっと無理かな。山根動機がちょっと怖かったもんな。ちょっとね、数年は無理なんじゃないかな。そうそうそう。で本当にね、敵味方というか出てくる、うん、人出てくる人みんな個性的なんですよ。そうだね。いや、セカンドシーズンは誰が出てくるのかね。うん、楽しみ。声優さんもね、やっぱこう、うん、ちょっと軽く話したじゃん。あ、助監督さんとかさ、誰がいいかなとか今すごい話してるんですよみたいな。ここでこの人を使っちゃうと後々使えなくなっちゃうから、もうちょっとガチのキャスティングトークしてんの。もうちょっと撮っておきたいみたいな話とかもね、したりしたね。だから皆さんだからね、まあ声優の中でもこう推しの方がいたりするね、方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱこれ見逃せないですよ。いつどこに出てくるかわからないから。そうね、皆さんの推しがいつか犯人なのか、まあ、またはたまたサポートしてくれるような重要な役なのか、だってこれもう使えるか分かんないですけど、高山みなみさんとかお呼びしたいよねって言ったら、さすがにちょっと厳しいんじゃないかみたいな。使えない、使えないんじゃないか。いやでも、いや別にただ願望だから。まあ確かに、ただ出演してほしいという。もう本当に素晴らしい声優さんだし、どこかで出てきてほしいとか、松野大輝さんとか、出てほしいなって、出てほしい、単純に役者として。そうそうだよね、出てほしいだけ、作品もそうですけれども、その二人が味方になってくれたらね、ちょっとだからちょっと濃いよねっていう、なんかね、そういう探偵に縁がある人ね。そうだね、俳優さんとかでもいいんじゃないですか。ああ、いいじゃないですか。堂本剛さんとか。もう何にでもありだね。何にでもそうなるとね、いけちゃいます。クリカンさんどうですか。あのた繰り返す役。ああ、そっちね。あ、回答として、そっち側も出てきてもいい。じゃあカッペイさんとか。がっつりもう、カッペイさんは出てそうだよ、なんかどっか。そうだね、どっかで出てきそうな、いそうですよ。どんな方でもなんかこのカモロワシロの世界にはいそうなので、カッペイさんどっちもやってるからね。あ、探偵も。そっかそっか、探偵も怪盗もやってるのか。やってるから。ああ、そっか。すごい。じゃあカッペイさんで。何の話とは言わないです。何の話とは。ここまで言っといて。もう分かんないですけど。ただの雑談ですからね。しらしらし。じゃあお便り読んでいきたいと思います。はい、夏ゆきさんからいただきました。ありがとうございます。あざかみさん、えのきさん、こんばんは。こんばんは。11話も面白かったです。スランプ中の川澄さんの復活を後押しするローンはやっぱり優しい人なんですね。そのローンが雪の列車内で君は友達とトトに伝えた場面、柔らかい声と表情がとても尊かったです。おそらくロンにとって初めての友達だろうトトの存在がどんどん大きくなってますよね。そこでお二人に質問なのですが、2023年想定外に大きくなった存在、手放せなくなったものは何かありますか。私は今年になって電子書籍で漫画や本を読む機会がとても増えました。ずっと紙派だったのに電子書籍が便利で私にとって想像以上に大きな存在になっています、君は友達ってね、さらっと言ってましたね。確かにね、確かにね、ちょっとそれでやっぱトトもね、嬉しそうにはしてたから、やっぱね、ロンがどんどん変わってきているっていうところが印象的なシーンでもありましたけれども、2023年、想定外に大きくなった存在や手放せなくなったものは何かありますか。まあ、えのき純也ですよね。いやいや、めっちゃめちゃ手放してるよ。手放してない。そんな連絡来ない。そんな連絡しないでしょ。大きくなった存在だよって。怖いよ。
まあ飲みにはね飲みに行ったりとかサウナ行ったりとか2回ぐらいかな、うん、あでもサウナ行ったよね。サウナも行った。あともう一回行く予定ですね、うん、行く予定がありまして、締めのサウナに、うん、そう締めサウナしようかなって話もしてましたし、行く予定ですね、うん、まあまあまあ冗談置いといて、はい、あの冗談をえ好き傷つけられ突っ込んでよ突っ込んでよ傷つけられた。いやいやいや、まあなんだろう、でもねほぼ一緒でガジェット、うん、そのアイなんちゃらをアイなんちゃら、うん、アイなんちゃらそこは濁すんだ。パッドパッドアイパッド別にアイのパッドをアイのパッドね、やっぱね仕事でよく使うようにはなって、はいはい、でまあなんだろうね、そのいっぱい自分で編集もできるわけだからさ、うん、その絵とかも、うん、だからオーディションとか臨むときは絵を見ながらやったりっていうのもできるようになって、もう常にやっぱバッグに入れといて、うん、なんか時間ある時とかこうすぐにねチェックもできるし、うんうんうん、やっぱどんどんそういうのでかくなったなっていうのは特に思ったから2023年。めっちゃ便利だよね。めっちゃ便利。パッドはね、あれ手放せないよ。で新しいのだから買っちゃったもんね。あ、新ね、新作というかブラックフライデー。あ、ブラックフライデーやってた、ね。ブラックフライデーね。安くなるよねあれね。いいもう爆買いしてしまいました。いやー、いろいろ使っちゃうな。あの愛のあのポッド、あ、やっぱエアーポッツ、エアーのポッツ、なんで絶対濁すの全然濁す。エアーポッツのプロ、プロね、あれもねすごい、あの遮音機能というか、あれすごいよ、めっちゃすごい、びっくりした、うん、かる、感動したもん俺、すー、ね、あちょっと怖くなった、その音が、うん、まあ、ノイズキャンセリング機能、うんうん、あれしかもあれもちゃんとさオンオフできて、うん、あと周りの音をちゃんと取り込めるような危なくないようにする機能もあったりもして、めっちゃ便利よ、うん、何年か越しにだあれ出たのって結構ね1年以上前だから、まあ、そうだね、そう1年越しぐらいにもう時差でだいぶ俺、うん、すげえこれみたいななったなったなった。俺も最近買ったんだよね。あ本当、もう 1年ぐらい前かも。でも、うん、あでもかね、それぐらい経ったもんね、うんうん、いや感動したわあれ、うんうん、すごかった。なんかあります、ね、なんだろう、大きくなったんです。いや自転車とかですかね。あれ自転車乗るんだ。レンタル自転車、あー増えてます ね、 最近ね、まあ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 結構ね話題になってますけれども、うんうんうん、今日もねちょっと僕電車乗ってて、うん、事務所が都心の方なんですけど、うん、まあ、別に麻布って書いてあるから麻布なんですけど、本社書いてあるからね、ホームページ見たわ、これ濁したところで事務所から、ここに向かってくる途中、うん、お腹が痛くなりまして電車で向かってきたんですけど、国立競技場で降りてトイレに行って、うん、なんかまた電車乗るのめんどくさいなと思って、うんうんうん、もうレンタル自転車でここまで来た来て、うん、でも15分とかそうですよ、めっちゃ近かったから自転車、しかも今日みたいなね、うん、晴れた日とか最高だよね。そうそうそう、うん、めっちゃ便利だなと思って、その近場でね、うんうんうん、ちょっと移動するぐらいから、うん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 、逆になんか電車なんか例えば地下鉄とかに降りていって待ってたら15分ぐらいかかる時あるから、そうだね、なんか自転車で行った方が早い時あって、すごい今年は重宝しましたね。10年前に気づいてる俺急にマウント取られた。10年前に俺気づいて、急に自転車マウントを取られた。10年前に気づいてた。確かに自転車よく乗ってたもんね。自転車よく乗って今日も自転車で来ましたよ。安全運転でね、うん、そうね、行きたいですけどね、はい、はい、じゃあ続きましてペンネーム鈴原さん、浅上さん、はい、えのきさんこんばんは。こんばんは。先日アニメ鴨の城の禁断推理のコラボカフェに行きました。ロンに関するメニューには必ず黒蜜が使用されており、作品の再現がすごいと思いました。カフェでは黒蜜をかける、オムライスと黒蜜ラテを頼みました、うん、甘いものが得意ではないため、なんでなのによく頼んだ、食べられるかどうか不安でしたが、驚くほど黒蜜が料理に合っていました。へー、オムライスのソースや、コーヒーにコクが出て違和感がありませんでした。アニメを見て作品を好きになりカフェに、赴かなければおそらくこんな風に黒蜜と向き合うことはなかったでしょう。お二人はこの作品に携わったことで何か初めて経験したことなどはありますか、ということです。カフェ行けてないな、確かに行けてないね。黒蜜、いや悪ノリだなって思っちゃうよね、黒、まあ、オムライスの黒蜜がけを再現しちゃうのって、ね、作中でもだって突っ込まれてるもんね、うん、それにもかけない、ね、合うのかって。でもちゃんと合うように作られてるって、この努力すごいね。これへ、いつまでなんだろうねカフェ。もう終わってる。終わってる。あー残念。そっか、悲しみ。でも俺あれですよ、たまたま仕事の、うん、合間に駅歩いてたら、うんうん、コラボショップ、うん、ポップアップショップか、うん、やってて、うん、あっと思って、で写真 OK だったから、
ちょっと自撮りして自撮りしたんだ。そう自撮りして、え乗っけた、あの SNS SNS 乗っけましたよ。お、うん、そうなんだ。ちょっと見てみよう。店員さんもなんか別に何にも言われなかったですけど、鴨の足のんの浅上さんですかとか言われないんだ。あのお客さんもまあもういらっしゃいましたけどね、うんうん、でもねそれね親子だった。へえ。あのなんならその娘さんが、うん、お母さんと一緒にいたんですけど、うん、娘さんが、うん、ほらお母さんこれみたいな、あ本当みたいな感じで盛り上がってた。親子で嬉しいんだよ、ね、なんか ね、 いやね好きになってくれてたみたいで嬉しかったですね。なんか全然違うけど、うん、配信サイトのランキング入ってると嬉しくなるもん。なんかそういうのないですか。ある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 。トップ10入ってるって。はい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 、ありますね。嬉しくなりますね。わかるわかる。トレンドとかもね入ってると嬉しくなりますよね、うん、再生しときますね、うん、そういう時は。はい。それこれなんか初めての経験、初めての経験、初めての経験、そうだな、なんだろうな、なんだろうね、うん、大抵俺ら経験してるからな、うん、もう、うん、やだ。合ってる今の。何それ。ツッコミじゃないよね。大抵なんだろうね、体験、初めて体験したこと。初めて、ああでもガムシロップ直で飲んだよ。ああ、あのほら罰ゲームというか生配信でやったけど、俺全然大丈夫だったなあれ。でもちょっとしか飲んでないでしょ。うん、ちょっとしか飲んでないね。あれ全部行かないとと思って全部行ったからね。あれ全部行ったらやばかった。胸焼けすごかったよ。いや、なんちゅう経験させてくれてんだよってね。体には悪いよね、うん、やりましたけど、またやるかな、うん、あれセカンドシーズンとかね。そうね、まああと番組中に謎解きやったりとかは確かに今までしたことなかったか、うん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 、確かにね、うん、したことないってことって言われると、あでもドッキリとかじゃないですか。あ、まあドッキリね、うん、そうだね確かに、うん、ドッキリ、あドッキリ仕掛けたことある、うん、なんかそういう企画で。いや、サプライズはあるけどさ。 あるわ。ある、テレビ番組である。テレビでやったの。テレビでやった。すごっ。モニモニモニなんちゃらで、モニなんちゃらで、あ本当やったことあって。そっか、まさかの、うん、それ仕掛けられる側、仕掛ける側、仕掛ける側。なんか声優オーディションでめっちゃ厳しい審査をする声優みたいな。やだな、えのきさんそんな感じなんすかってなるの。もう、ね、うん、結構ねドッキリとはいえね心が苦しいです。こっちがね、うんうん、緊張しちゃうよね、うんうん、あそっか。そうやったことありますね。仕掛ける側なんだやっぱり。仕掛け顔だよ。仕掛けられる側もやられてみたいですね。あ一回だけあるけど、なんかもう分かりやすすぎてすぐなんか楽屋にもう目の前にちょっとなんか大人な本が置いてあったりしたの。もう怪しいじゃん。あこれ開いちゃう、そんなわけないじゃん、開いたらダメなやつだって考えちゃったとか。そう、そういうのはありますね。なるほどね、はい、じゃあまあセカンドシーズンもね、はい、決まったってことなんで、はい、いろいろねもしかしたら、ねね、経験させてもらえるかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、皆さんたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。カモノハシロンの禁断推理、ロンとトトのデコボコラジオ。さてここからは僕が苦手なこの企画、はい、今回もやっていきましょう。題して犯人は誰だ事件。はい、この企画ですが、我々がキーワードを頼りに犯人となる人物を推理して当てる企画となっております。はい、八代くんとね前回やりましたけれども、はい、今回だから2人なんですよ。まあ2人なら、うん、まあ2人ならなんとか揃うかもしれないという正解率が上がるのではってことなんですけれども ね、本当に苦手なの俺、本当に常識知らないんだなって。いやなんだろう、でも結構推理系に絡めてるから、うんうん、もうそこを前提として考えていこう、うん、そう ね、まあ、だから出る目ですよね、もう問題は、うん、はい、じゃあ一応ルールをね確認しておきましょう。はい、犯人となる人物の特徴が書かれたキーワードが6つあります。はい、ただしキーワードはサイコロを振って出た目の数しか見ることができない。はい、サイコロの目が3だったらキーワードは3つしか見ることができないと。うん、我々はキーワードを頼りに相談することなく犯人を推理していきます。はい、そして回答タイムの時、同時に犯人だと思う人物を言い、見事揃っていたら推理成功、うん、犯人を捕まえることができます。例えば犯人が徳川家康だったとする。サイコロを振り出た目が3だったら3つのキーワードをゲット。
たぬき親父、関ヶ原の戦い、江戸幕府というキーワードをチェック。そこから相談することなく犯人が徳川家康だと導き出すといった形になっております。はい、はい、まあね、前回は、はい、豊臣秀吉を豊永俊幸さんとそのまま書いてたんで、ね、そのままちゃんと読みましたよ。作家さんが間違えたのかなと思ってたんですけど、はい、作家さん的にはそんなわけないだろうって。そうオンエアというかね、これで確認したみたい。この前回の収録の時作家さんちょっと忙しくて、うん、収録現場にいなくて、このオンエアを聞いて、うん、えそんなバカなと思って、うん、データを確認したら、うん、本当に豊永さんと書いてあったそうです。犯人です、うん、ね、犯人です。あなたが犯人です。豊永さん失礼しました。失礼しました。はい、ということで、はい、まあね、もういよいよ2人でね、はい、もう犯人捕まえちゃおうと。そうね、はい、最終回ですから。そうですよ、やっていきましょう。はい、はいはい、じゃあまずはサイコロ振りますか。はい、どうぞ振りましょう。いきますよ。はい、いい音だ。2だ。2少ないね。5とか6でもできないのに。じゃあまず一つ目 いってみましょう。はい、はい、こちら、ジーパン。ジーパン、ジーパン。じゃあこちら二つ目、はい、工藤俊作。あれもうこれで、これで俺は振っていいの？二回やってきてんの、もうダメなの？え、無理だよ。ジーパン、工藤俊作って役者名は出てんすけど。あ、役者名か、今回役者名でいいんすかね、多分。俺全然知らないな。ちょプラス1、なんか前回もさ、泣きのね、泣きの1回いいっすか。うん、なんかしてくれたら。なんかしてくれたら。やめて、一番こっちの方が辛いから。でもあれでもジーパンだったっけ。なんか自信がなくなってきたな。かっこいいこと言って、かっこいいこと言って犯人を捕まえてほしい。もう一発芸じゃん。チピーンって思う。もう思いついてない。思いついてないで出てる。匂いで分かったよ。え、気持ち悪い。気持ち悪い。ほらほら、一個ちょうだい。もう一個、もう一個、泣きの一回です。はい、竜兵。ああ、役者名ですね。はい、2個目、はい、これが、はい、ちょっと役者の名前にちょっと似てる。工藤俊作が。そうだよね、うん、そうだよね。あれ似てそうね。そうね、下がね。え、わかんない。せーのでいくよ。いく、一旦せーの、松田竜兵。もう答えやん、竜兵だったら。そっか、正解は松田優作。そうだよ、お父さんだよ。あ、そっか、お父さん、お父さん。ああ、なんじゃこりゃ。そう、それ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 。俺でもその作品のタイトルなんだっけなって忘れちゃった。探偵物語。ああ、そうだよね。俺これ出た時、あ、太陽に吠えろ。そうか、あ、だからか。なんでジーパンなんだろうと思ったんだよね。スーツだよなって思って、ハットに。うわー、そうですか。まあまあでもね、2つだったし、うん、まあ3つだったし、やっぱ探偵に絡めてますね、うん、探偵に絡めてるんだ。まあでも、まあ探偵に絡めてるってことが分かりましたので、もう次は絶対大丈夫、うん、じゃあサイコロお願いします。はい、はい、いきます。もう大丈夫でしょう。いい音。1 終わった。1は無理だよ。いやでもいいの出してくれるんじゃない。一番いいのください。一番いいの、一番いいの、大ヒント、うん、あとは面白いことやるんで、純也が。そうね。これやらないとなります。世界三大架空、ん、世界三大架空の探偵。ああ。え、大丈夫。え、何やればいいですか、じゃあ。何やればいいですか。俺何やればいい。もう何やればいいかのゲームになってますけども、なんかじゃあ可愛い感じにしますよ。世代優作のものですよ。松田優作さんのなんじゃこりゃ以外で、むずい、むずい、優作のモノマネ。え、コロンボでもいいよ。コロンボでもいいよ。コロンボなら見てるけどね。か、豊臣秀吉でもいい。豊臣秀吉でもいい。分かった、じゃあ豊臣秀吉で。まさかの。
豊臣秀吉です。最近ね、世が荒れてます。あ、豊臣秀吉ラジオいいですか、いいですか、豊臣ラジオ、豊臣ラジオいいですか、豊臣ラジオ、よかった。アガサクリスティ名前しか知らない。なんだっけ、ちょっともう一個じゃない、いや、もういいやもういいや、うん、もう分かった、分かったと思う、多分。え、分かったかな、え、ちょっと待って、ちょっと待ってください、いいですか、多分俺も外れてるかも。でもちょっと待ってね、あれやべえ、最近映画とかやってなかったっけ、うん、やってないっけ、映画やってないか、やってない、はいはい、じゃあもう、はい、いきます、せーの、ポアロ、アンダーソン君、誰、アンダーソン君、アンダーソン君なんだ、正解は、正解はポアロです。ポアロ、ほら俺合ってるやん、合ってる、え、多分ね、すげーな、映画やってたんだよね、ちょっと前に、めっちゃ見てるね、いろいろ、なんで知らん年か、マジで俺この辺のやつ全然合わない。アガサクリスティはポアロってイメージだけどね。そっか、本当に世間知らずなのかなこのラジオでひたすらバレていくっていう、こっからじゃあ勉強していこう。じゃあ次、そうだね、もしセカンドシーズンで、はい、あったらラジオ、はい、勉強するコーナー作ろうよ。もう探偵ものはめちゃくちゃ俺だから詳しくなってるでしょう、うん、きっと、うん、そこまでにいろいろ見て見とくわ、うん、刑事ものね。もうさっきから俺この番組最終回のようにずっと喋ってる最終回最終回って言ってるんですけどそんなことはないです。セカンドシーズンもやるでしょう、はい、というところで、はいはい、はい、はい、ということで時間になってしまいました。ラスト、え、まだやんの、まだやる、じゃあこれもどうぞ。もうさ、苦しい、俺がもうただただ恥ずかしいだけなんだよ何にも知らないんだよ俺。 5! おい、え、来た来た来た、大丈夫かな、いや、そろそろね、多分ね、そろそろいけるでしょ、分かりやすいの来ると思うよ。じゃあ1つ目、東京都、あ、まあまあまあ47から急に、うん、このね、だいぶ絞られましたよ、うん、はい、じゃあ次、いとこ、いとこ、うん、いとこ、しかも女の子の方の方だね、はい、じゃあ次剣道、うん、うん、俺も知らないな、東京都、いとこ、剣道、うん、はい、めっちゃむずいかもしれない、雲男、え、スパイダーあなたに近い、俺なんかやってるやつ、じゃあ、はい、死んだめ、これってあれあれあれ、うん、あれめーん、なになになに、何が始まったの、え、あれシュピン来ちゃった、これ俺来ちゃった、来ちゃった、うん、え、でもなるほどね、え、ストレートに行くべき、これ行くべきじゃないですか、有終の美を飾りましょうよ。わかりました、じゃあ、はい、いきますよ、せーの、えのき純也、犯人はえのき純也だ、いやいやいやなんで最後に外してきた、びっくりした、おい、マジでなんだろうと思ってた、最後見たいわ、最後、あ、最後のヒント、最後のヒント、あ、10月19日、あ、誕生日ね、あー、なるほどね、俺が犯人だった、俺が死んだめって感想じゃん、おかしいよ、これもうパブリックイメージなの、これバカにしてる、すごいな、いとこもね声優やってますからね、そういうことか、だから、なるほどね、あ、そのね、いとこ女性の方のいとこね、俺が犯人だったんだ、検挙できましたね、これで、はい、めでたしめでたし、早く戻ってきたいと思います、はい、シャバにということで、はい、以上、犯人は誰だ事件でした。カモノハシロンの禁断推理、ロンとトトのデコボコラジオ、カモノハシロンの禁断推理、お知らせ、
ここからはカモノハシロンの禁断推理に関する情報をお知らせしていきます。はい、テレビアニメカモノハシロンの禁断推理ファーストシーズンが各配信サイトにて配信中です。ぜひチェックしてみてください。続いてカモノハシロンの禁断推理のブルーレイ &DVD の発売が決定となりました。第1巻は来年2024年1月24日水曜日に発売、書き下ろしデジバッグに映像特典など豪華仕様となっております。特典キャンペーン情報詳細は公式サイトをチェックしてください。はい、そしてユニゾンスクエアガーデンさんが歌うオープニング主題歌いけないフルロジックのシングルが好評配信中です。またホクロックビさんが歌うエンディング主題歌リップシンクが収録されたニューアルバムリグソーもこちらも好評発売中です。さらに原作漫画は少年ジャンププラスにて連載中です。コミックスは現在12巻まで発売中ですので、ぜひアニメと合わせてチェックしてみてください。はい、また全国アニメイト店舗にて、謎解きチラシを配布中でございます。謎解きの正解者の中から抽選で10名様にアニメイトポイント1000ポイントをプレゼントいたします。はい、ぜひ参加してください。そしてアニメイトフェアが実施中です。来年2024年1月8日まで全国アニメイトとアニメイト通販にて実施します。期間中カモノハシロンの禁断推理関連商品をご購入いただいた方に特典となるブロマイド全6種をプレゼント。アニメイトフェアに合わせて書き下ろしイラストを使用した新商品も発売します。ぜひチェックお願いします。はい、それぞれの詳細はアニメ公式サイト X アカウントをご確認ください。以上カモノハシロンの禁断推理お知らせでした。カモノハシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオ、はじめまして。僕らの声震える唇の向こう、果てしなく真実は遠くても、僕は隣に。はい、お送りしてきましたカモナシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオ最終回、そろそろお別れのお時間です。本当に最終回なんですか。ありがとうございました。いやいやいや、まだ終わりません。お、セカンドシーズンもあるので、はい、このラジオやります。あ、もうやるってやるって決めてる、明言してる。でも決定とは言わない。やりますはやりたいな。明言してるわけじゃないんだ。やりたいよ。すごいね。ずるいですよね。やりますでは、やりますはまだ決定じゃないってことある。日本語おかしくない、ね、やりたい。まあまあ、でもやりたいよりのやります。 90% ぐらいはやると思うんで。 90% やる。ほぼ僕らが何かやらかさなければやると思いますよね。もうほんとね、ほんとダメですよ。ちゃんとしっかり生きてくださいね。大丈夫です。はい、なのでまあ皆さんぜひご期待ください。そうですね、まあ、ファーストシーズンもね、きっと皆さん楽しみにしてくださってることでしょうし。ファーストシーズン、あれ、ああ、セカンドシーズン。めちゃくちゃだよ。終わるのかこのラジオ。やっぱすごいね。いやでもまだね、セカンドシーズン待ってるっていう感じなんで、全然終わる感じは全くないから。だでも次はさ、やっぱりアニメその第1、シーズン2の第1話からこのラジオ始めた方がいいじゃないですか。あ、なるほどね、なんで途中から始める美学なんなんすか。まあまあまあ、それはちょっと要検討。なんで検討するしておきます。一緒に始めた方がいいに決まってるじゃん。いや、ちょっとごめんなさい、それはちょっとなんだなんでここちょっと共有してんのその感じ。まあ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 、次はね、また同じような空気感で、うん、まあできるでしょう、うん、やれることでしょう、はい、待っていてください、はい、僕らも楽しみに待ってますから、はい、応援をね、ぜひぜひよろしくお願いします。ブルーレイとかも出ますからね、はい、はい、よろしくお願いします。というわけでカモノハシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオはここまで。お相手はカモノハシロン役のあざかみおへいと一色ととまれ役えのきじゅんやでした。バイバイ、良いお年を。